も皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガスレレのガスでございます。本日は2018年12月24日のクリスマスイブでございます。はい、しっかり。リストバンドは鈴をつけておりますがですね、クリスマスイブといえばやっぱりクリスマスソング、いろんなクリスマスソングガズレレでも、ご紹介してきました。クリスマスソングいろいろここにリンク貼っておきますので、今日練習したらできますよ。ここリンク先ちょっと行ってみてください。そして今日はですね、クリスマスイブにふさわしい超かっこいい曲をやろうと思います。ジングルベルロックというかっこいい曲があるんですけれども、これですね、やっぱ英語なんですよね、もともとが。ガズは思ったんです。朝起きた時に、はっ、今日はジングルベルロックを僕がガズが歌詞作ってみんなにすぐに歌えるようにしてアレンジして、しかもめちゃくちゃ簡単バージョンにしてアップロードしようと。そして朝こそこそ歌詞を書き出してですね、奥さんと一緒、マイハニーと一緒に、あ、ここがいいんじゃないかというか歌詞を書いてですね、ここで公開しようと思います。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは本当に超簡単バージョンでコード4つで行きますからね。後半はノリノリのかっこいいバージョンで、またちょっとコード増えますけどね、おしゃれなコードなんですよ。これぜひ試してもらいたいです。で、もちろん歌詞、オリジナルの歌詞、英語版でやりたい方は自分で英語の歌詞を書いて載せれば、ウクレレはそのアレンジで弾くとかっこいいですからね。それぞれのなんかこう、ニーズに応用させてもらって、この、やってみてください。ジングルベルロックガズレレ版でやってみようと思います。やったー。はい。今夜のクリスマスパーティーではこれも弾いてくださいね。はい、じゃあ、ウクレレですけどね、私はウクレレはちょっと無理かな、楽器はね、私苦手なんだよねとか、もう子供の頃から音楽の成績悪くてというあなた、ウクレレが救ってくれますよ。これね、弦4本でしょ、ちっちゃいでしょ、簡単なんです。簡単だけど奥もしっかり深いですからね、ずっと続けられる素晴らしいパートナーになります。はい。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見て一緒にウクレレ触ってるだけでどんどん弾けるようになりますから、これを間違いないです。もう今やガズレレ YouTube チャンネル1400万回再生以上ですからね。はい。そんな時の人がウクレレで楽しんでいるということでございまして、まあなんせ YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見られるしね、ただですから、これはやった方がいいですよ。面白いです。ぜひ始めてみてください。じゃあここにリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の 1,2,3 というふうに数字の順番で見ていくだけで弾けるようになります。はい、じゃあここにリンクあります。いってらっしゃい、初心者レッスンここ、いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。はい、それでは早速いきますよ。ジングルベルロックガズレレ版、ガズが作詞した、優しい日本語版の簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ジングルベル、ジングルベル、ジングルベルロック、みんなで騒ごう、ジングルベルロック、パパもママも一緒さ、今夜我が家はパーティーナイト、ジングルベル、ジングルベル、ジングルベルロック、みんなで歌おう、ジングルベルロック、ママの料理待ちきれない、クリスマスケーキも雪をかき分けて、サンタがやってくる、そろそろうちに来るから、でもでも眠くなっちゃった、でもサンタに会いたいな、靴下握りしめてもう夢の中、鈴の音が聞こえてくる、今夜ジングルベルロック、イエーイ、せーの、じゃじゃん。はい、ガズレレ流ガズ作詞のジングルベルロック日本語版やってみました。歌詞可愛くないですか。眠くなっちゃったんですよ、こいつね、この子眠くなっちゃった。はい、ガズの妄想たっぷりの、ガズレレルジングルベルロック、はい、ガズレレジングルベルロック作詞ガズ見てください。で、これ下に書いてあるでしょ、これ今やったら上の段ですからね、これだと簡単、下の段ちょっと書いてある、これ後説明しますけど、ひとまずちょっとメモっといてください。これ上の4行ね。はい。歌詞がね、これね、自分で書いて言うのもなんですけど、すごくいいです、これね。
ね、わかるでしょ。はい、一時停止、すいません、はい。はい。この下にくくってるコードは、後半のかっこいいバージョンでやるやつですからね。はい。一応メモっといてください。で、ここから B メロに雪を書き分けて、はい。で、ここ書いてある、ここ止まるって書いてある、ここも止まるところでしたね、はい。はい。ここも、今は F でやったけど、後半は D7 でやりますよと。はい、じゃあここでまた戻ってきて、またその前半に出てきた、ちょっと、なんじゃこりゃっていうのに戻ってきて、ここも F マイナーってコードが出てきます。今は F でやりましたよ。はい。ここも D7。置き換えてます。はい。で、ここエンディングやりますと。今は F でやったのを D7 に置き換えますということですね。最後。で、ここにもなんか数字書いてある。これもちょっと解説しましょう。じゃあまず、今やったバージョン、シンプル簡単バージョン出てきたコード、この4つ。C と G7 と F と A7 です。A7 はもう本当、ちょっとしか出てこない。見て、これだったらできるでしょう。はい。これは超入門コードですから、超入門コード。さっき初心者さんはここに行ってくださいっていうところでまず最初に覚えること。と、A7 っていうのをよく見ると1個だけなんでね。A7 一応やっときますか。A7 っていうのはここ1個です、ここ。はい。これ。これが入るとちょっと、はい。ね。今のは4つ弾きで思いっきり、もうこれで十分と思いますけどね。ホームパーティーでこの曲を弾くときはね。でも、やっぱりかっこいいバージョンやりたいでしょ。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説いたします。まずコードがちょっと増えますね。じゃあコードの解説いきます。最初のここのところ、なんかごちゃごちゃ書いてある。ごちゃごちゃっていうかこう、なんか、うわーなんか大変そうと思うじゃないですか。安心してください。今から説明しますよ。ここね、これが今3つ書いてあったんです。C と C メジャー7。これ、大文字の M はメジャーです。小文字の M はマイナー、A マイナー7です。いいですか？まず C って1弦3番目ですね。C メジャー7って1弦2番目なんですよ。で、Am7 っていうのは、なんと、何にも押さえないっていうコードがあるんです。これを、デングベン、デングベン、デングベン、デン、デングベン、デン、こう、行ったり来たりしてるだけなんです。いいですか？ここやってみましょう。ジングベル、ジングベル、ジングベル、ロー。わかった ?3322002233322。簡単でしょ。これだけで。かっこよくなります。なので、これ初心者の人も今の説明聞いて、ここだけでもやってみたらいいんじゃない ?3322002233。これ超簡単ですから、ぜひやってみてください。でも、コードネームで言うと、C、C メジャー7、Am7 っていう風になんか難しくなっちゃうんだよね。だから、そういう風にイメージせずに、3202っていう風に覚えるのがおすすめですね。ここだから、ね、思ったより簡単でしょう。そしてですね、一応入門コードではあるんですけど、D7 っていうコード、さっきはね、ほとんど F でやったんですけど、D7 っていうコードを使うとさらにロックンロール度が増します。D7 っていうのは入門コードのうちの1個なんで、あえてあんまり説明しなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、Am を押さえておいて、ここを足すんですよ。Am ってここ1個ですよね、ここ1個。これを薬指で押す、中指で押さえて、薬指で2弦の2フレット、この位置、要は押さえるとこ、こことここの2箇所ね。こうやって押さえるのはすごく。いいと思います。これ D7。一応レクチャーしておきます。はい。これがいっぱい出てきますからね。はい。D7。で、あともう一個。これがちょっとね、こんな、今日は一番難しいかな。よく出てくる F マイナーというコードですけど、ちょっと一応やってみます。これはいつもやってますけどね。まずここ、C の1と、こことここの3箇所です。こことこことここね。で、教科書通りに押さえると、まあ、こういう感じが、小指かな。はい。こういう押さえ方。こういう響きですね。で、ガズリ流の押さえ方は、親指で一番上押さえちゃって、こう握り込んじゃう。手をこう握り込んじゃう。ここぴったりひっついてますよ、ここはね。握り込むと結構楽です。これ、どっちでもいいですよ。これでもいいですけど、はい。もう、ご自分がお好きで、ちょっと押さえづらいね、基本的には。握っちゃった方が気持ち的には楽かなと思うんですけど、握るの難しいっていう人もいるんでね。もし親指届かない人は、手首をこういう風に、いろいろ、工夫してみてください。これが F マイナー。これでかっこいいバージョンのコードは終わりです。あと、問題のリズムですよ、皆さん。リズム。このリズムはね、久々の登場の、これルンルンビートっていう弾き方でやってみようと思います。ルンルンビートってなんじゃそれって感じでしょ？こうやって C で、C を押さえますよ。こういうリズムです。これ、ルンルンルン。これね、シャッフルっていうリズムなんです。シャッフルっていうのはね、普通のリズムって、カッ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 じゃないですか。シャッフルは、チャッチャ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 、こう、チャッチャチャ、跳ねてるんですよね。跳ねてるリズムをやるときは、体をルンルン、ルンルン動かすのがいい。つまり、ルンルン気分でやるのが一番すごく気持ちよく跳ねられるんですよ。だから、ルンルンビートって名付けました。この強弱。ズンズバーズ、ズンズダンズ、ズンズ。このルンルンビート、マスターしたい方。ここのリンク先行ってください。このリンク先は私のホームページの1枚で、ウクレレでできる、
ウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中からルンルンビートっていうのを探していただいて練習してみてください。わかりやすいですよ。ルンルン気分、楽しい気分でやるのがこのリズムの規模ですからね。あと強弱、ズンズダンズンズン、この強弱が強い方がこのノリがさらに出る。あまり急がないように、ゆったりリラックスしたね、ルンルン気分のやつですから、はい。こんなことを踏まえながらかっこいいバージョンやろうと。あ、そうだ、エンディングちょっとやっとこうかな。ここ見て、エンディング、ここ、今夜ジングルベラー、ここ一番下見てください。33235って書いてあります。33235です。これ一元の数字です。これはですね、ウクレレのかっこいい終わり方っていうのがありましてですね、こうです。今夜ジングルベラーってから、ここ33235、一元のこれを全部23全部の弦弾きます。かっこいいでしょ。33235、これガズレレかっこいい、ガズレレ流かっこいい終わり方、これやってみると思います。さあ、こんなことを踏まえながらガズレレ流ジングルベルロックガズ作詞バージョンかっこいい版やってみる。1 2 1 2 3 4、ジングルベル、ジングルベル、ジングルベルロック、みんなで騒ごう、ジングルベルロック、パパもママも一緒さ、今夜我が家はパーティーナイト、ジングルベル、ジングルベル、ジングルベルロック、みんなで歌おう、ジングルベルロック、ママの料理待ちきれない、クリスマスケーキも雪をかき分けてサンタがやってくる、鈴の音が聞こえるかい、そろそろうちに来るから、でもでもでも眠くなっちゃった、でもサンタに会いたいな、靴下握りしめてもう夢の中、鈴の音が聞こえてくる、今夜ジングルベルロック、イエーイ、メリークリスマス、せーの、じゃじゃん。はい、かっこいいバージョンやってみました。どうですか、このズングダンガズングダンガズン、これルンルンしないとこのねノリは出ないですからね。今夜まだ間に合いますよ、このジングルベルロックガズレレバージョンは。あ、日本語でやるとまたこれ気持ちよく歌えるじゃないですか。まあ英語もいいですけどね、英語だとジングルベル、ジングルベル、ジングルベル、あ、ちょっと歌詞わかんないで歌い始めちゃいました、すいません。英語バージョンでやりたい方、コードだけ書き写して英語書けてできますよ。こうやってですね、こう自分なりに楽にできる方法も一個考えるといいと思います。皆さんもご自分で家事作っちゃうっていうのはどうですか？自分の家の家族の名前を入れたりとかしてね、作詞をするときに誰の許可もいらないんですよ、皆さん。はい、どんどんやっちゃいましょう。ありがとうございます。家庭のジングルベルロック、これもやってみると楽しいかもしれません。これ私の作詞をね、ご参考にね、にしてくださって、どんどん家族で、もう仲間でウクレレパーティー、クリスマスパーティーしましょう。ありがとうございました。ではご案内どうぞ。ホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるのでぜひ来ていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これガズ CD 出してます。ガズレレの CD レッツゴー最高究極ゆりで2枚組の CD、 同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD 弾けるようになるレッスン CD、 すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作っておるわけでございます。ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の野音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコード屋さんの新宿店で、1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。あ、イベントどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントをやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の先行発売もありますからね、翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントやります。ぜひあのホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ、本もねいろいろ出してるんですよ私。はい、これまず主婦の友社から、出ているいきなりウクレレ地球一簡単
家庭音楽という本、これはガズさんはですね、病気になっちゃって白血病から、骨髄移植させていただいてここまで来てる過程で、人生音楽豊かさ考え抜いた本、ここ書いてます。はい、こちらはビットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、まあ盛りだくさんな音楽人生を、音楽はね聞くよりやった方がいいんですよ。皆さんどうです、ウクレレだったら簡単にできますからね、他の楽器の方はいきません。ぜひ皆さんどんどんウクレレ楽しんで、その楽しさ いろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。